はい、ムッチ TV のムッチです。本日は、タンスのゲンさんに、お世話になってまして、タンスのゲンさんのですねリビング用のハイチェアを、組み立てていきたいと思います。子供がね、4歳になって、昔から使ってるベビーチェアみたいなのを使ってたんですけど、チャイルドチェアっていうんですかね、一段上の、子供が使えるサイズのものに変更しようと思いまして、今回こちらを組み立てていきたいと思います。でね、久々に掘り出した、このアディクション、JVC のね、スポーツカムなんですけど、ちょっと埃かぶっちゃってますけどね。これで、今回は、タイムラプス動画にして、組み立てていくところを撮っています。今回からね、うちの娘が、登場してますが、あまり気にせずご覧いただければと思います。はい。で、うちの娘はですね、いつも私がやる作業を見てるだけじゃなくて、どうしてもお手伝いしてくれたくなっちゃうんですね。車の部品つけるときとか、車のタイヤ交換するなんかのときも、必ずね、女の子なんだけど、やっぱね、そこ嬉しいですけどね、男親としては、いろいろそういう私のものを見てるんで、工事工事って言ってね、いつも手伝ってくれます。で、今回の自分の椅子もね、少しネジネジしたいってことで、いつもみたいに手伝ってもらって自分の椅子を組み立てました。で、完成したのがこういう感じで、うちはIKEA の安い、テーブルね、リビングでダイニングテーブルを作ってますが、こちらをね、合わす、高さもバッチリでね、子供も喜んで今日からこの椅子に座ってご飯を食べるようになりました。以上になりますがね、今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録もお願いします。ではまた、ムッチ TV のムッチでした。